事件から一夜が経ち、イオン日田店では通常営業を再開しています。現在開店直後なんですが、入り口に設けられた献花台にはすでに花が手向けられています。この事件は昨日、日田市中心部にあるイオン日田店で日野初美さん84歳が首を刃物で刺され、その後死亡したものです。警察は店内にいた白土正弘容疑者55歳を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。誰とでも喧嘩してたね。近所の人でも私らでもこう生活するじゃないですか。コースの、まあ、音とか何でも物音をしてても水流したらうるさいとか近所迷惑とか怒鳴り込んでくるようにしてるから。警察は容疑を殺人に切り替えて明日送検する方針です。